谷優香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもトータルテンボスです。お願いします。お願いします。そしていや俺もだよお前二人でやってんだよ。二人でトータルテンボス。ボンジョビかお前。だなボンジョビじゃねえんだよ。代表だと思っちゃう。よろしくお願いします、はい、すいませんこんなご時世ですけどせっかくお会いできたのでちょっといや、はい、握手お願いします。すんの握手。いや触りたいじゃん。いいよ全部言うな。女性触りたい。自分の心の中を全部言うなお前。若い女触りたいじゃん。ごまかせよお前触りたいんだとしても。逆だろお前おい。なんでこっち拭いてんだよゴシゴシして。いやてめえの手にやってんじゃねえかもう。キスてめえの手にやってんじゃねえか。ありがとうございます。はい、お願いします。よろしくお願いします。座っていいですか。はいあはい私は。あちょっとすいません。いやジュディマリカってねジュディマリカって本当にいやいやヒスブルだろ。あヒスブルの名前出すなってよ。女性1位男性にはヒスブルだろ。ドリカムでいい。あドリカムだった、ね、あでもドリカム世代じゃないですね。そうです。ドリカムとか聞いてます。95年27なんで知ってます。知ってます。ドリカムもちろんもちろんカラオケで歌ったり。おマジっすか。はい。ドリチンカムチャッカファイヤーいやドリチンカムチャッカファイヤーでドリカムじゃねえよ。ドリチンカムチャッカファイヤーですね。じゃあはい。ドリチンカムチャッカトゥルーですよね。なんだそれ弱くなってんじゃねえか俺も。俺もねドリカムすごい好きで、はい、あれが好きなんですよ。あのラブラブラブネイティブラブラブラブ出るじゃないですか。寝どうして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 いや本当にいい歌詞。突っ込めよおい本当にいい歌詞ですよね。ねえどうしてしか言ってねえんだよ俺。突っ込めよ。このぐらいのベテランの悪ふざけ好きだな俺。ハイジぐらい疑問がありましたもんね。ねえよねえ。なんだそれ。教えておじいさんぐらい。ね教えて。分かんなかったよそれ。いやでもどれでも知って。